こんにちは、スリーです。はい、どうも、ハシです。はい、今回はですね、はい、攻撃的なフォアハンドストロークの考え方についてお話ししていこうと思います。はい。で、これはですね、まあ、バッシーさんはレッスンで受けてもらったと思うんですけど、はいはい、このね、攻めるっていう際にこのフォアハンドっていうのは一番やっぱ自由度が効くんで、まあ、攻めやすいんですよね、うん。なのでできれば、まあ、自分がねチャンスある時っていうのは回り込んだりしてでも結構フォアで攻めていくっていう人は多いんですよね。そうですね、うん。で、ただでも攻めるってなった時にこうドーンと打つじゃないですか、はい、攻めるからやっぱこう、うん、厚く当てるっていうこの状態で打つことが多いと思うんです。そうですね。でもこれだけだとドーン飛んでいくじゃないですか。はい。だから打ち込むの怖いでしょ。結構怖いですね。なかなかねオーバーするのがね、やっぱでしょ、うん。だから緩く打ったりしてしまうと加減してますね。加減してね。だからなかなかこれで、攻撃的にできないということがあるので、うん、こう、打つときは厚く当てていいんですよね。はい。だけど、その後にラケット振っていくじゃないですか。はい。で、厚く当てた後に厚く当てちゃうと、そのままドーンで飛んでいくので、うん、できれば厚く当てた後にこう薄く抜きたいっていうのがあるんですよね。そうですね。だから今日レッスンの練習で、こうやってボールをですね、下に置いて、こうね、地面をね、こうやってラケットを押し付けるようにして転がす練習をしたんですね。そうですね、しましたね。シュッてやりましたね。シュッてやりましたね、はい。これは薄く当てる練習なんですよね、こうやって。これは薄く当てる状態、うん。これが厚く当てる状態だったとしたら、この感覚を知っといてほしいんです、うんうん。で、だん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 こうやってバウンドしたボールでも、こうやってシュッとボールの上だけをこうやって当てる練習。これも薄く当てる練習なんですね。そうですね。でこういうような感覚で、こう薄く抜く練習をしたら、一応経験したことは厚く当てることと薄く当てるを練習したと、うん。じゃああとはそれをスイングの中に取り入れるんです、うん。こう厚く当てた後に薄く抜くっていう。そうですね。これ結構難しいんですけど、うん、要はバーン出す後にこうシュッとこうね薄く抜くっていうのをやらないといけないんですけど、ただこれ難しいのが、はい、こうやってこうやるなんて無理なんですよね。理論上はね、うん、もうこういったらそのまっすぐ行ってしまうんで、じゃあ何か一つね必要なことがあるんです。ボールがあってラケットがあって、でも厚くも厚だし薄くも抜きたいと。じゃあ何が一番大事でしょう。これはレッスンで言ってないんで、これはレッスンで言ってないんで、レッスンで言ってないんです。はい、ちょっと用語的に難しいんで、用語的に難しい、はい、だけど、うん、ボールに対してラケットのほにゃらららら大事、ほにゃららが大事、はい、だチャンスボールで、ね、打ち込んで打ち込みたいときは、うん、ボールに対してのラケットのほにゃららが大事、うんうん、入射角、お正解、かっこいい、今のかっこいい、今の打とうと思ったら、はい、ちょっと上から下気味に、はい、まあ、入るように叩き込みにいかなあかんっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、それかなっていう、うんうん、よくでも入射角出てきましたね。角度が大事。そう、正解です、うん。だから、真後ろから入るこの角度だと、やっぱりもうさすがに厚く当たって厚く打ってしまうんで、だからといって、こう入りすぎると、厚く当たらないじゃないですか。ただね、威力もないしね。そうそうそう。だから、厚く当てる形で、ちょっと下からこう入るのが理想。わ、うん、かります？チャンスの時。はい。こう入ったなら、厚く当たった後に薄く抜けますよね。そうですね、だから面はほぼ垂直に近い状態、うん、垂直に近い状態でちょっとボールの下から入るとあなるほど、ね、厚く当てて薄く抜けるんです。でもこれって本当微妙な、ね、違いなんで結構難しいんですよね、うん、だけどこれができるようになったら早くてちょっと回転がかってねコートに収まりやすいボールが打てると。なるほど。でもやっぱりレッスンで見てたらアウトする人は結構真後ろからこう当たってるんですよね、うん、だから飛んでいくし、そうですね、でちょっと薄く当てようと思ってこう入っちゃう、面をかぶせすぎて飛ばないみたいなね、うん、ああ、だからその間のこの絶妙な角度でインパクトをするっていうのが、でもそうでしたわ本当に、あ、難しいでしょ、うん、薄めにいたものをかすっていうだけでも、うん、飛ばないでしょ、そうなるしね、うん、まあ、だからね、まあ、一つはこの入射角っていうものを意識するのが一つと、うん、もう一つはまあネットがあったらネットより高い打点でインパクトさせる。そうですね、うん、これだと、うん、まあ、ネットのミスは減るんです。ネットミスが、そうですね、うん、だからネットより高いところでインパクトするっていうこの点と今の入射角を意識してもらったら結構攻撃的なね、
ショットが打てるので、自分でねこうやって角度をねいろいろ意識してみたいんです。こういうふうにどう当たったら厚く当たってで薄く抜けるのかっていうのを自然にパーンってね行く当たり方っていうのを先にこう確認してからボール来たら本当にこう当たる瞬間の意識がすごい高まるんで、これがねできてきたらチャンスの時に打ち込んでもこのドーンって抜けていく感覚より、あこうやって当てるんだっていうのが染み込んでくるので、ぜひこのね入射角っていうのはねすごく大事な要素なんで、はい、あなたもチャンスボール打つときはねただ単に打つんじゃなくてこの当たる瞬間へのねちょっと意識を高めてね、そうですね、やってみてください。はい、はい、では終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄のテニス上達法もチェック。